どうもこんにちは、ハブコーディネーターのトミーです。今回はですね、今がちょうど、先、乱れているというか、ですね、先頃の、ハーブ園に、ぜひ行ってみてほしいなと思って、ご紹介の動画を撮ることにしました。私も最近ハーブ園にですね、行ってきたんですけど、今がちょうどね、見頃な時期ですので、もう少ししたら8月入ってしまったら、もう終わってしまうところもあるので、ぜひね、今のうちに行ってほしいなと思ってご案内をいたします。で、全部でですね、どうやら調べたらめちゃくちゃ6、70ぐらいあるんですよ。ハーブ園だね。なんで、ちょっと全部ね、紹介しきれない、と思いまして、作ってたんですけど、本当にまあ、有名であろうところをピックアップして、紹介しますので、お近くの県の方のみね、自分の県のところをチェックしてほしいなと思っております。では、サクサクっといきたいと思います。まずでは上からですね、北海道から行きたいと思います。ファーム富田さん、富田だと思うんですけど、読み方合ってるかな。ラベンダー畑が有名なハーブ園になりますね。60年にわたり、ラベンダーを栽培している、ハーブ園になります。で、ラベンダーの種類が5種類もあって、早咲きが6月頃からですね。で、一番の見頃が今の7月中旬から下旬なので、今ちょうど見頃な時期です。で、遅咲きはラベンダー8月中旬頃までということなので、まだね、見れますので、ぜひ行ってほしいなと思います。はい。あ、で、一応ね、住所とか書いてるんですけど、いちいち説明してるとね、そこまで、説明しきれないので、リンクをね、URL 貼っておきますので、概要欄にね、そこから気になる人は、ホームページの方に飛んでもらえればと思います。はい。では次いきますね。同じく北海道なんですけど、香りの里ハーブガーデンっていうのがありまして、桜原ですね。っていう結構珍しいですね。こういう写真載っけたんですけど、植栽面積は日本最大級の桜原があるハーブガーデンになります。はい。で、植えてる主な代表のハーブはですね、ラベンダー、それからモナルダ、ヤロー、ミントっていうのがあるそうですね。はい。で、まあ、特徴なんですけれども、4ヘクタールの敷地内に150種類のハーブがあり、開園期間中さまざまなハーブや草木、草花を楽しめるということですね。で、見頃の方が8月上旬までありますので、まだ行けます。はい。で、手作り設計などの手軽なハーブクラフトを体験することができるということで、かなり面積も広いのでね、すごい、いいハーブ園だと思いますので、ぜひ行ってみてください。はい。では続きまして、秋田県に移りますね。秋田県の、田沢湖かな？ハーブガーデン。ハートハーブというお名前のハーブガーデンですね。主な代表のハーブが、セージ、ミント、ラベンダーの3種類になるそうです。はい。19種類のハーブを好きなブレンドで楽しめるハーブティーバーっていうのがあるそうですね。バーがあるのが有名みたいです。で、今話題のハーバリウムですね。すごい綺麗なハーバリウムや天然成分100%のエッセンシャルオイルを使用したハンドクリーム作りが体験できるということでございます。まあ、体験もできるし、ハーバリウムとかね、ハーブティーバーもあるということで、いろんな楽しみ方ができるんではないでしょうか。はい。では続いて、宮城県に行きますね。ヤクライハガーデンというのが、有名だと思います。一応出てきました。はい。レディースマントル、レストランを使用してはミントやセージというのが代表的なハーブみたいですね。はい。で、ローズガーデン、ハーブガーデン、フルルの丘っていうですね、などの8つのテーマガーデンで構成されているということです。で、ハーブを使った料理を楽しめるレストランもあるそうですね。併設されております。で、アロマキャンドルとかですね、アロマソープ作りがここは体験できるということですね。はい。キャンドル好きや、ソープ作りもできるということで、はい。バスソルトにいかがでしょうかということでございますね。では続いて、福島県のハーブ園に行きたいと思います。猪苗代ハーブ園という、ちょっと珍しい名前のハーブ園です。ラベンダー畑がここも有名みたいですね。はい。ラベンダーやカモマイルなど500種類のハーブと、菜の花、ポッピー、ジニア、ひまわり、コスモス、コキアなど花畑が見られるということです。あと、園内にはグリーンハウスやハーブショップ、カフェスペース、あとはパワースポット、金運アップの道など、珍しいところが、いっぱいあるということですね。はい。非常に珍しい、いろんなスポットが見られる、ハーブ園ですね。あと、ラベンダー摘みもここは体験させてもらえるということですので、ぜひラベンダー摘みやってみてはいかがでしょうか。はい。では続いて栃木県ですが、6月の森ハーブガーデンというハーブガーデンになりますね。はい。ここも珍しくて、フレンチラベンダーやアーティチョーク、ラムズイやブルーベリーなどの珍しいハーブを揃えております。
はい。あと、ここはですね、オーベルジュで提供される自家ハーブを使った料理は有名ということですね。はい。非常に気になりますね。はい。ちょっと行ったことの私ないんですけど、食べてみたいなと思います。あと、園内にはチャペルがありまして、ハーブの香りに包まれたウェディングスタイルのハーバルウェディングっていうのを提唱されているということです。はい。全国探してもここだけじゃないでしょうか。ウェディングスタイルを提唱しているということで、はい。ぜひ、近くの方は行ってみられてはいかがでしょうか。はい。はい、続いて群馬県ですけれども、中野城山の上庭園というハーブ園になります。ここはですね、標高1000メートルの山の中にある、ハーブと、それから宿根草っていうですね、これは、多年草になるんですけど、まあ、一度植えたら毎年ね、肥料や水やりをあまりしなくても、こう、開花してくれる、非常にこう、なんですかね、扱いやすい、花々というんですかね、そういうのがありまして、それを種にしたナチュラルガーデンということです。で、冬の間、1月から3月は雪が降り積もるため休園となりますということですね。で、なんと今年で2020年でちょうど20周年を迎えるということで、ホームページ見たら今何やらこう、イベントみたいな、プレゼントじゃないわ、キャンペーンみたいなされてましたので、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。はい。あと、ここはですね、リース作りが体験できるということで、非常に、何ですかね、いいですよね。リース作りが、できるということで、はい。全国探しても多分、あまりないんじゃないかなと思いますので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい。では、続きまして、埼玉県に移ります。関東多いですね。はい。ここは生活の木が、作っているところですね。メディカルハーブガーデン、薬効草園という名前のハーブガーデンですね。ここは、いろんなハーブがありまして、ラベンダー、リンデン、ローズマリー、カモマイル、エルダーなどですね。有名なハーブを取り揃えております。はい。メディカルハーブも考えるハーブガーデンということですね。それからアーユルヴェーダのサロンでのトリートメント、スクールでの学習など、ハーブをまあ総合的に楽しむことができるっていうのが特徴になります。で、場所は池袋からですね、西武池袋線で約50分ですね、飯能市っていう、まあ、池袋線のまあ最終地点ぐらいのところかな、結構下るんですけど、まあ都内からもまあ1本で行けるということですね。はい。で、イベント時はここも、ハーブ済みが体験できますので、行ってみてはいかがでしょうか。はい。総合的なハーブガーデンでございます。はい。では、関東残りですね、千葉県に移りたいと思います。千葉県もすごいですね。海のそばのハーブ園、ハーブガーデンポケットというですね、千葉県といえばやっぱり海ですね。はい。ラベンダーやジャスミン、ローズマリーが見られます。はい。ここは、冬は暖かくて夏涼しい、調子の気候から通年でラベンダー積みが実施しているということですね。で、ちょうどですね、2年前にばかりできたって書いてるんですけど、今はどうなのかな。一応そう書いてあったんですけど、まあ、ツリーハウスっていうのがありまして、子供たちに大変人気ということですね。はい。あと、お店の方も、庭園、それからカフェ、ハーブショップ、グリーンショップ、ドッグランも併設しているということで、いろいろな豊富な体験ができるのが特徴になってます。はい。では、続いて、同じく千葉県ですね。大北ハーブガーデンというところがありまして、ここはですね、ミント、ローズマリー、レモングラス、カモマイルっていう4種類が主に見られます。はい。で、ここは、全天候型室内、ガラスハウスガーデンということですね。はい。で、ラベンダーやローズマリーなどおなじみのハーブが季節に合わせて200種類以上も植栽されているということですね。年間を通していろいろなハーブが見られるということですね。はい。すごい、ここも大きいハーブ園だと思います。で、同じくもう一つ、千葉県ですが、九十九里ハーブガーデンというのがありまして、ここはミント類やラベンダー、カモミールが見られます。はい。ここもですね、九十九里片側海岸近くの、観光ハーブ園ですね。それから特徴としてはナインショップでは、季節のハーブや菓子などの苗を販売しているということです。苗がしっかり買えるということですね。またですね、オートキャンプ場も併設しているということで、まあ、ここもいろいろな体験講座が特徴でき、体験できるのが特徴になりますので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい。はい。では続いて神奈川県にようやく移ります。ここはですね、栗浜花の国ハーブ園というところでございます。ここはですね、初夏はラベンダーで、秋頃になるとセージ類ですね。まあ、セージとラベンダーはよく似ている花なんですけれども、まあ、同じような、紫色の花をつける
ハーブでございます。はい。で、ここはですね、春と秋にはお祭りを開催しているということで、大変にぎわっているということです。はい。で、ハーブ園も広くて、全体で約8000平方メートルという広大な敷地の中に、80種8000株のハーブが栽培されているということですね。はい。で、先ほどの、ラベンダーとセージ類がそれぞれ楽しめるということです。あと、ここはですね、無料の足湯があって、半年ごとに変わるハーブの香りで人気の、施設ということですね。はい、足を実施しているですね、ハーブ園もいくつかありまして、ここもその一つになります。はい、では続いて山梨県に移りますね。はい、ここは、ハーブ庭園旅日記、勝沼庭園ということですね。はい、主なハーブはローズゼラニウム、それからローズマリー、ステビア、ラベンダー、バジル、カモミールなどが見られます。はい、特徴が花の香り、緑と風のテーマガーデンということでございます。ここはですね、約1000坪の園内があるということですね。200種類のハーブがあります。かなり大きいですね。で、1年を通して四季折々の花々を楽しむことができるということです。で、ここはですね、ローズゼラニウムの足湯っていうのを売りにして無料で利用ができるということで、ここも足湯体験できますので、やってみてはいかがでしょうか。はい。では、次に、静岡県に行きたいと思います。有限会社、落合ハーブ園ということですね。ここは、カモミール、マロ、ラベンダー、カレンデュラ、エキナスやレモングラスという、はい、ちょっと珍しいハーブも見られます。はい。でここは、富士山がありますので、当然、富士のふもとですね。完全無農薬で自然農法にこだわった質の良いハーブを育てているハーブ園です。季節ごとのハーブ放火蒸留水を使った足湯が体験できるということで、ここも足湯出てきましたね。はい。あとカフェもありまして、カフェで採れたての有機フレッシュハーブを使った料理やハーブティーも楽しむことができます。はい。ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい。では続いて京都府ですね。京都行きたいと思います。ハーバリストクラブ、三山ってものかな。はい。と思います。はい。こちらですね。開園30年を超える、ハーブの標本園のような、ハーブガーデンということですね。いろんなハーブが、まあ、あるということです。当然ですね。で、世界にはまだまだ知られていないハーブが多数多くありということで、3月末から6月末までは珍しいハーブの内販売を行っている。まあ、結構珍しいハーブが買えるということでございますね。はい。で、別名ですね、土の病院として土の相談質問も受け付けているということで、ですね、こう、バケツにですね、土を入れていくと診断してくれて、いい土にね、仕上げてもらえるということで、まあ、やっぱね、土がいいとそれだけハーブの育ちも良くなりますので、土をね、ぜひ診断してもらってはいかがでしょうか。はい。はい。では続きまして、同じく兵庫県ですね。兵庫県の、日本最大級のところになりますけども、神戸布引きハーブ園ですね、ロープウェイと言われている、ここはロープウェイがあるハーブ園ですね。はい、春にはポットマリーゴールとか、あとはカモミール、ローズ、ラベンダー、セージ類、ローズなどかなりいろいろありますね。はい、でここは200種類で7万5000株かなりありますね。ハーブや花々が咲き集う日本最大級のハーブガーデンということです。で、ハーブガーデンをイメージした料理が楽しめるレストランや80種のエッセンシャルオイルの香りが比べできる、至高の香り探し、それからドライフラワーでおしゃれな暮らしを提案するハーブの家など展示施設が盛りだくさんということでございますね。はい、すごいです、ここは。はい、それから岡山県に行きますけれども、ヒルゼンハーブガーデンハーブですね、ラベンダーやローズ、セージというのが、見られます。はい、ここ私も最近行ってきたハーブですけども、ハーブ園ですけども、ヒルゼン三座を一望できる空中庭園ということで、まあ、空中庭園、そうですね、かなり、まあ、標高高いところにあります。600メートル近くになりますね。はい、で、高原の、風にハーブが香るような、まあ、こう、かなり標高高いところにありますね。はい。で、一応、ヒルゼンワインという地元のワインがありまして、あとは地元の、まあ、作家さんなどアクセサリーを選ぶのが楽しくなる土産物のショップを一応併設しております。はい。で、レストランもありまして、地元のチーズや野菜、園内で収穫したハーブを、メニューやハーブティーも、ありますね。はい。で、結構若い方もまあいるんですけど、お年寄りの方も含めて、年齢様々な方が、来られておりますので、年齢問わず楽しめる施設になっております。はい。では、続いてですけども、島根県行きたいと思います。島根県が、香木の森公園ということで、セージ、サルビア、ラベンダーを栽培しており、見られることができますね。はい、ここも無農薬、無化学肥料で管理されているオーガニックハーブ、
オーガニックガーデンですね。ということで売っております。小さな子供や愛犬が公園内でハーブをもし口にしたとしても、まあ、非常に安全なため、家族連れでも心身ともにリフレッシュし、安心して楽しめるということです。オーガニックガーデンやっぱりいいですよね。はい。まあ、パクって食べてもね、大丈夫っていうですね。それぐらい、無農薬、無化学肥料ということでございます。はい。行ってみてはいかがでしょうか。では続いて香川県へ行きたいと思います。香川県五色台ハーブ園というハーブ園ですね。ここはローズマリーやミント、カモミール、レモングラスなどが見られます。はい、香川県といえば瀬戸内ですね。瀬戸内の温暖な気候と潮風を受けて、自然がのびのびと息づく汚染されていない土壌に開かれたハーブ園です。ハーブカフェっていうのゼルコバっていうお名前のハーブカフェがあるそうですね。で、ここで、五色台で育った本物のハーブティーやハーブを使ったランチが楽しめるということでございます。はい。まあ、自然豊かですね。瀬戸内の潮風を受けたハーブが楽しめるということでございます。行ってみてはいかがでしょうか。はい。では、九州行きたいと思います。大分県ですね。大分県結構あるんですけども、いろいろと。大分香りの博物館ということで、博物館という名前のハーブ園になってます。ここはローズマリーやミントが有名みたいですね。はい。でここの大分香りの博物館は膨大な数の香水コレクション、香水コレクションがあるんですね。あとは人と香りの歴史を展示する博物館、まあ歴史を見られるということですね。でここはですね、思いがあるそうでした。ハーブへの関心や親しみを感じ、散歩を楽しむ人が増えるようにっていう思いがあるみたいですね。で、その思いからハーブへの植物には、細かく名前が表示されているということです。一つ一つに、ね、こう名前がついているということですね。親しみを感じますよね。はい。はい。で、園内には香りを楽しみながら憩える天然温泉の足湯もあるということです。結構足湯推しなところが多いですね。うん。まあ、疲れが取れるということに関しては素晴らしいんじゃないでしょうか。ぜひ体験してみてはいかがかなと思います。はい。では、同じく大分県ですけども、オーガファームというですね、ここも有名なんですけれども、ローズマリーやラベンダー、タイムが見られます。はい。で、何が有名かというと、ローズガーデン、バラの、ハーブ園として有名なんですね。はい。で、まあ、別府湾を一望する海岸線と美しい森に包まれた広大な園内がありますと。で、ハーブやバラなどの様々な植物と石や木など自然素材を使った建物が調和し、安らぎに満ちた空間を演出していますと、ホームページには書かれております。はい。まあ、すごいに、バラの、有名なハーブ園ですね。まあ、石や木などの自然素材をふんだんに使っているということで、非常に綺麗な建物になっているんではないでしょうか。はい。ぜひ行ってみてはいかがかなと思います。はい、では続いて、宮崎県行きたいと思います。ハーブのお店トロピカルファームというところになります。ここはローズマリー、バジル、ミント、セージが見られますね。はい、特徴がドライハーブを80種類ですね、精油アロマテラピー関連の商品を販売しているということです。で、様々なワークショップも開催していて、カフェスペースではハーブティー、デザートセットなどの提供もあるということです。はい、なんかデザートセットというのが気になりますね。うん。あとドライハーブも80種類もあるということで、非常にこう、なんですかね、ここも珍しい体験ができるんじゃないでしょうか。おすすめしたいと思います。はい。なんかトロピカルファームというのが南国風な感じを意味しますね。はい。まあいいか、すいません。最後に長崎県行きたいと思います。サザンカ高原ピクニックハーブガーデンというハーブ園ですね。はい、ここはラベンダー、セージ、カモマイルが見られます。ハーブ園をゆっくり散策した後は、併設のミュージアムでハーブの魅力や優しさに触れることができるということですね。ミュージアムという感じの博物館っぽいものがあるということです。で、ハーブを使った様々な体験や21種のハーブティーも楽しめるということで、まあ、リラックスタイムにいかがでしょうか。で、サザンカの森ギャラリーっていうのがありまして、定期的に各種作品の展示入れ替えが行われているということですね。はい、いろんな作品が展示されている博物館的なギャラリーがあるということですね。はい、長崎県の方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ということで、ババッとですね、紹介してきました。以上でございます。はい。ちょっと紹介しきれなかった県の方は申し訳ないんですけれども、リンクの方ですね、ホームページのリンク、概要欄に載せておきますので、そこから飛んでみていただければ嬉しいなと思います。では、今回は以上です。さよなら。